皆様こんにちは。はじめに電力需給逼迫にかかる省エネ節電のお願いと省エネ設備導入への支援についてお話をいたします。連日最高気温が30度を超える真夏日が続いています。今週政府が初めて千葉県を含む東京エリア内に対して電力需給逼迫注意報を発令するなど、この夏の電力需給の状況は厳しい見通しであります。また冬の電力需給はさらに厳しく、1月2月の予備率は安定供給に最低限必要とされる 3% 以上を確保できない見通しとなっています。万が一電力需給の逼迫により大規模な停電等が発生した場合、日常生活や事業活動に甚大な影響が出ることが懸念をされます。そこでそれぞれのご家庭や事業者の皆様におかれましては、省エネ節電の取り組みにご協力をお願いいたします。まず日頃の省エネ節電対策として、リビング等の部屋の明るさを下げ、不要な照明は こまめに消しましょう。また冷蔵庫の冷やしすぎを避け、扉を開ける時間を減らし、食品を詰め込みすぎないようにしましょう。エアコンについては熱中症に気をつけて、無理のない範囲で室内温度も上げましょう。その他にも県や国のホームページなどに省エネ節電に向けた具体例が掲載をされていますので、参考にしてください。県では節電につながる省エネ対策として、家庭用燃料電池の設置や窓の断熱改修などについて助成をするほか、太陽光発電設備の導入希望者を募る共同購入事業を実施をしています。さらにこの度、事業所向けの省エネ設備などの導入補助について補正予算を計上したところです。その第1弾として、中小企業者などが蓄電池や LED 照明、高効率エアコンなどの省エネ設備、電気自動車などを導入した際の補助について明日から受付を開始いたします。この夏だけでなく、より厳しい電力需給逼迫が予想される冬の省エネ対策としても、これらの制度の活用をぜひご検討ください。次に、千葉文化資産の追加選定とオリジナルフレーム切手デザインコンテストについてお話をいたします。来年は明治6年6月15日に木更津県と印旛県の合併によって千葉県が生まれてから150年目となる節目の年であります。この150周年をきっかけに、多くの県民の皆様に本県の魅力を知っていただくため、千葉文化資産の追加選定とオリジナルフレーム切手のデザインコンテストを行います。千葉文化資産は平成30年に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、県民投票によって多様で豊かな本県の文化的魅力を特徴づけるものやことを111件選んだものです。今回は千葉県生誕150周年を記念して、合計150件となるよう追加候補の募集や投票を行います。募集期間は7月1日から9月の5日までです。建物や街並み、イベント、食べ物など、伝統的なものから新しいものまで幅広く募集をいたしますので、ぜひご応募ください。またデザインコンテストでは、現在選定されている千葉文化資産をテーマに、絵画や写真を募集いたします。作品募集は同じく7月1日から9月の5日までです。優秀作品の中から投票でオリジナルフレーム切手のデザインを決定するとともに、応募作品は千葉県立美術館などで展示をいたします。インスタグラムでも募集をいたしますので、こちらもぜひご応募ください。県では来年の生誕150周年を県全体で盛り上げ、本県ならではの多様な文化の魅力を発信できるさまざまな企画を検討しています。千葉県の魅力を再発見し、未来に残したい千葉県の宝物として継承してまいりましょう。私からは以上です。それでは質問をお受けします。はじめに幹事社、産経新聞さん、お願いします。産経新聞の小野です。よろしくお願いします。まず本日なんですけど、定例部課長会議というのを、かなり久しぶりに開いたことになると思うんですけれども、今日はどのようなやり取りがあったのかということを伺ってみましょう。そうですね、私の方からはですね、先の議会の、総括の話、職員のねぎらいとですね、それからあとはですね、男性職員の育児休業取得率について、6月の議会でも答弁いたしましたけれども、着実に増加をしていると、しかしながらまだ、希望する人 100% が取れているわけではないので、
まあ、そうした職場づくりに向けて、まあ、部課長の皆さん方にですね、率先して組織の雰囲気調整に努めていただきたいと。それからまあマイナンバーの取得率、まあ、県庁職員が率先してまずマイナンバーの取得を進めていきましょうと、まあ、こういうようなことなどお話をした後、まあ、滝川副知事が退任をされますので5年間振り返られたですね、まあ、そうしたお話をしていただきました。今後、まあ、町議とこの定例部課長会議というのはそれぞれ開いていくことになると思うんですけども、役割分担というのはどのように考えているんでしょうか。じゃあこれはかな、総務部長に答えていただいておりまして、総務部長でございます。町議というものはですね、いわゆる幹部の方の人数を絞って行うもので、定例部課長会議の方は課長以上の皆様すべてを集めて、それに関して一月に一度行うという形で、それぞれ知事のその時の思い、そういった政策的なお話、そういったものをいただきながら、県政を進めていくというふうに利用させていただいております。じゃあまた別の話なんですけども、滝川副知事ですね、本日で退任されるということで、まあ、この退任にあたっての、まあ、先ほどもご挨拶なさったということですけれども、まあ、ご所感のようなものをですね、いただけますか。滝川副知事にはですね、本当に豊かな行政経験に基づくですね、まあ、一つ一つの的確な判断、それからですね、まあ、幅広い、まあ、国の人的ネットワークがありますので、まあ、そうした中でですね、まあ、さまざまな情報収集であったりですね、ネットワークを駆使した彼でしかできない取り組みをしていただきました。まあ、特にこの5年間というのは、まあ、自然災害もありましたし、鳥インフルエンザもありましたし、新型コロナウイルスの対応もありましたし、まあ、オリンピック・パラリンピック、まあ、非常に激動の中での県政の中でですね、森田知事、それから私を補佐していただいてですね、まあ、大変こう貴重な役割を発揮をしていただいたなというふうに思っています。私も本当に助けよく助けられましたので、改めて感謝をしたいというふうに思います。今感謝されたということを出ましたけれども、知事と副知事と のやり取りの中で、知事からはなんかお声がけのようなこと、どういったことを、うん、そうですね、もう滝川さんにはですね、総務省に戻られるということが決まってからですね、まあ、この5年間の振り返りと、何か、なんていうんですかね、これからやらなければいけないこと、課題などについてもですね、それなりの時間をかけて意見交換をしておりますので、まあ、そうしたのはしっかり、我々また新しいチームでですね、こなしていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。もう一つ、本日電力需給逼迫の関係でお話ありましたけれども、うん、夏はまあこれからが本番ですし、うん、まあ、冬もまあ同じくその電力の逼迫が懸念されるという中で、まあ、こういう状況になってしまったこの日本のこれまでのその電力政策の現状とかについて、何か知事として思うところとかってありますか。そうですね、もちろんその節電や省エネは重要なわけですけれども、まあ、重要なのは供給側の部分のまあ課題だというふうに思っていますので、まあ、そうした中で電力自由化政策の中の制度設計の中でですね、こうした電力の供給が足りないような事態に対する備えが万全であったのかどうなのかですとか、もしくはその原発の話がまあどうしてもなるんですけれども、まあ、原子力規制委員会、そういう仕組みがありますから、その仕組み自身が妥当なのかどうなのか含めたですね、そうした電力供給側の議論をしっかりこの機会にですね、しておくことが重要ではないかなというふうに思ってます。まあ、もちろん電力政策っていうのは、まあ、国の役割が大きいわけですけれども、うん、まあ、今後のその電力の政策について、知事としては何かこうあるべきだっていうような、何かそういうお考えみたいなものっていうのはあったりするんでしょうか。電力に関しては日本はこう戦前、それから戦後も含めてかなり、なんていうんですかね、産業の基盤として、重視をしてやってきています。日本はなので停電とかがなくてもう当たり前になってしまっているわけですけれども、これは決して、なんていうんですかね、簡単に達成できるものではない、ものになりますので、そうした電力政策についてはやっぱり安定供給というのを第一にした制度設計にしなければいけないというふうに思いますので、もちろんその自由化そのものを否定するわけではありませんけれども、あくまで電力の安定供給が第一、それがあって例えば
国際的な経済力であったり産業基盤すべての源になっていますので、まあ、そのあたりを考えるとですね、まだまだ見直す余地がこの機会に、あってしかるべきじゃないかなというふうに思いますね。ありがとうございます。同じく幹事社共同通信さんお願いします。共同通信の松永です。屋外でのマスクについて、昨日改めて日本医師会の方でも、屋外では不要というようなことを、示されたとは思うんですけれども、まあ、県は国にも先駆けて示していて、まあ、それでも街歩いているとまだまだマスクしている人多いなという印象を個人的には抱きますが、その点知事はどのように見られているのか教えてください。はい、ご質問いただいた通りですね、我々国に先駆けてそうした屋外でのマスクは外して問題ない場面がたくさんあるということを発信をしてまいりました。皆様方にもご協力をいただいて報道していただきましたし、我々自身も例えばさまざまな印刷物広報系、それから私自身も SNS でやってまいりました。あとはもうそれぞれの県民の皆様方がですね、やはり判断をしていただいて、自らやっぱりここでは問題ないんだということで外していただくしかないかなと思っています。どうしても日本の場合は一定程度人の目というのを気にしますので、一人一人が意識的に外していくことでですね、なんていうんですか、まあ、必要のない場所でマスクをつけることがなくなっていくというふうに思いますので、まあ、もちろんマスクをつけたい方は別につける自由がありますので、まあ、つけなくてもいいのに何とか人の目を気にしてっていう方々は、まあ、ぜひ一歩踏み出していただければ大変ありがたいなというふうに思いますね。となると、その現状の要因っていうのは国だったり県のメッセージが届いていないっていうよりは、届いてはいるんだけれどもやっぱり人の目を気にしている人が多いというような見方でしょうか。そうですね、そういう人はかなり多いだろうというふうに思いますね。ちょっと話変わるんですけれども、衆院の選挙区割りの件で、2週間前ですかね、区割り審から案が示されて、まあ、知事からもコメントをいただいたんですけれども、改めてその県内のですね、新たなその選挙区割り案ですね、ご覧になって思うところっていうのは何かありましたでしょうか。まあ、一票の格差の問題をかなり精緻に考えられた末にですね、まあ、あのような形になったというふうに思っていますので、まあ、それそのものの評価というのは私からは言及するものではないというふうに思っています。ただ当然ながら候補者にとっては非常に影響が大きいものになりますし、有権者にも非常に大きいものがありますので、我々しっかり、まあ、選挙区の区割りが、まあ、最終的に確定されて了承された後になりますけれども、まあ、しっかりと県民の皆さん方にはですね、少しでも混乱が生じないようにですね、まあ、丁寧に我々としては広報周知啓発、まあ、そういうところは努めていきたいなというふうに思います。松戸市だったり分断があったところで解消されたような、ところもあると思うんですけれども、そうですね、そういった地域になぞらえて選挙区割りが設定されることっていうのは望ましいのか、まあ、そこに対してのご意見ってありますか。まあ、当然理想はまず市側は分断されないということと、それから地域的に結びつきの強いエリア同士で選挙区が構成されるというのがですね、これはもう一番ベストなわけですけれども、まあ、残念ながらその、選挙区ごとのその人口のこうバランスであったりとか、もしくはその人口の増加をしている地域と減少している地域、まあ、様々な要因の中でですね、100% ベストのものをなかなか組み上げられないという事情が、まあ、あるというふうに思います。これは千葉県に関してはまた東京に近いエリアは人口が増えていて、それ以外は人口が減っているわけですから、またいずれ全国的な一票の格差のがさらに開くことで、またどこかで見直しがなされるというふうに思いますので、まあ、できる限りそうした見直しの頻度が低くて、まあ、済むような区割りがまあ一番いいのかなと思います。まあ、いずれにしてもよく考えられた上で決められたんだろうというふうに推測をしております。ありがとうございます。続いて各社様より質問をお受けします。いかがでしょうか。毎日新聞さん。毎日新聞の石川です。日本製鉄から流れ出した、有害物質の件でちょっと伺いたいんですけれども、そのシアンの検出について、その県が速報値で21日にも把握していたということを、昨日なんか伺ったんですけれども、これ、結果的にその、20日と21日と22日にシアンが検出されていて、
で21の段階でですね、県がその速報値っていうことであっても呼びかけることがやっぱり良かったんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうですか、ね。あ、そうですね、事業所の排水口の付近で、シアンが検出されていなかったということで、検出された地点との因果関係が、不明であったということ、それから事業者の方からは、着色水にそもそもシアンが含まれていないという、こういう報告を受けていた、こうした観点からですね、公表には及ばないというふうに判断をしたわけでありますけれども、とは言いながら、当然ながら、周辺住民の皆さん方への周知は、これは重要でありますので、この小糸川などの周辺住民の方々への注意喚起を最優先すべきという考え方のもとでですね、速報値が判明した後に、地元の君津市、それから木更津市に対して、住民への周知を依頼をしていると、こういうような、それぞれの判断になります。シアンを検出したっていうことを、その因果関係はともかくとして、そのいわゆる環境基準とかで規制されているもので、かつその毒性も高いということで、これ日本製鉄さんもシアンが出たというのがかなりショックを受けてたみたいなんですけれども、日本製鉄さんから出たかどうかまだ分かりませんけれども、でそのシアンが出たこと自体を今後その速報値でですね、そのあっても県民に伝えるべきなのかどうか、その情報発信のやり方を県が変えるのかどうかというとどうなんでしょう。これはちょっと難しい問題だというふうに思います。その今回のようにそのシアンの因果関係の可能性の部分もありますし、それから検出された場所、それからその数値のレベル、そうしたものがあると思いますので、もちろん今回の事案というのを一つのしっかり総括をした上でですね、今後に似たようなところ、案件があったときにはですね、またその時その状況に照らして判断をしていきたいというふうに思います。今後検討されるということなんですかね、その情報提供のあり方というのは。検討するというか、これももちろん一つの事例として、今後また起きたときには先ほど申し上げたようなそれぞれの事象に照らし合わせて判断をしていくということです。今後その、シアン、その因果関係って今おっしゃってますけど、その日本製鉄から出てるかどうかっていうのは実際その健康被害っていうのとはあまり関係ないと思うんですけれども、そこにあること自体が問題で、日本製鉄から出てないんであればどこから出てるか調べなきゃいけないとか、そういう類の話したんではないかなと思うんですけれども、その呼びかけがやっぱりその実際その結果的にですけれども22日になっているわけで、それ以降で呼びかけてもあまりその意味がなかったんじゃないか、早ければ早いほど良かったんじゃないかなと思うんですけれども、そこを見直しっていうのはされる予定はない感じですか。はい、水質保全課でございます。速報値の段階で、公表するかの判断でございますけれども、今知事が申し上げました通りですね、今後、そのような事案が発生した場合にはその時の、場所レベル等に応じまして、判断を、するというように考えたいと思います。今回と同じように、結果的に今回その速報値も確定値も結局一緒だったと聞いてるんですけれども、はい、速報値がですね、6月21日の、19時に、県としては把握をしております。で、全ての値の確定をしたのがですね6月27日という、時点になってございます。伺いたいのはその、今回ですね21日に出たその 0.2mg 1リットル当たり 0.2mg という数字と27日に出た 0.2mg という数字は全く一緒であって、でそれこれは問題だということで27日に分かったものが29日に発表されているわけじゃないですか。申し訳ない、27日に分かった確定値を29日に昨日発表されてますよね。でその速報値と確定値というのは全く同じ数字であって、でその結果的にですよ、最終的に29日にこのシアンが問題があるということで環境基準を超えたということで発表されるのであれば、その速報値の段階で発表して注意喚起するということが
よりその情報提供のあり方としてふさわしいんじゃないかと僕は個人的に思ったんですけれども、そういうふうな見直しっていうのは今後されるのかどうかっていうのがよくわからないんです。まあ、ちょっとまあ引き取りますけれども、はい、その試案の通知がですね、極めて危険な通知であればですね、それは因果関係がわからないけれども速報として注意喚起をとして公表するという判断はあったというふうに思います。繰り返しますけれども、その因果関係の不透明さ、それから試案の数値の状況、レベル、それから場所、そうした状況からですね、私たちはこのような判断をいたしました。これは今後検討されるこのやり方を続けられるのか、それともその速報値ベースでももっと情報提供していくっていう、要は個人的にはその速報値であっても今後数値は修正されるかもしれないけれども、試案というものが検出されたんでっていう報道発表とか、まあ、公表の仕方っていうのが検討してもあってしかるべきではないかなと思ってるんですけれども、そういう見直しをしないのかっていうと聞いてるんですけれども、今回の件に関しては先ほど申し上げた通り、その検出された場所、それからレベル、そうした状況の中から我々とするとこの周辺住民の皆さん方にはまず不確定な状況だけれども速報の状況としてお伝えをする判断をいたしました。しかしながら詳細な検出結果が出てから公表という形はそれでいこうという判断をしているということですね。今後もそうした検出された場所、因果関係、レベル、そうしたものに応じて我々としては周辺住民への注意喚起という側面と、それから公表というものをそれぞれ判断をしていくということです。何度も同じような質問になって申し訳ないんですけれども、要はその試案というものが今後同様の数字ぐらいで同じように速報値で分かった段階で今後も公表しないのかどうかというとどうなるんですか。それはまあそれぞれのケースごとに我々としては判断をしていくということですね。今回と同じようなケースだったらどうされるのかというのをちょっと、うん、どうぞ。はい、知事の話の繰り返しになりますけれども、個々の事案でですね、その水域がどのように利用されているかですとか、検出された濃度によって、直ちに、注意喚起をする必要があるかという必要性の判断というのは異なるというふうに考えておりますので、その事案に応じてですね、適切に判断をしてまいりたいというふうに考えています。今回の判断は適切だったと考えています。その時点の判断としては適切であったというふうに考えています。今後も同じようなやり方で報道発表とか公表していくということでいいですか。はい、この事案に応じたですね、適切な対応をしてまいりたいということを考えています。ありがとうございます。他いかがでしょうか。朝日新聞さん、朝日新聞の田中です。今の件に関連するちょっとお尋ねなんですけれども、先ほどすみません聞きそびれがあったかもしれませんが、知事のお話の中で検出された地点との、因果関係ですとか、あるいは最初その流出水にですね、そういうシアンが含まれているものではなかったということで、注意喚起のためその地元、自治体さんの方にですね、周知を依頼しているというようなお話、ご説明だったと思うんですけれども、本件についてそのいわゆる情報発信 の, 主たる主体としては、これはやはり地元の自治体というような、そういう整理が基本にあるのか、あるいは港湾ですとか水質環境に関するですね、行政を司っているその県としての、主体的に取り組む案件と位置づけられているのか、その辺もちょっと認識を念のため確認させていただければ。当然ながらその公表するしないということであれば、それはそういう数値を測定しているのはこの県の部署になりますので、それは県の所管になるわけですよね。しかしながら因果関係は不明だけれども、地域その該当する周辺の方々にまずは情報提供する、注意喚起をするということであれば、それはもう当然市町村になるということです。これは私は市政を担当していたからあえてさらに申し上げますけれども、例えば千葉市の場合でも同じですね。その場合は地元の自治会の皆さん方に説明する、その時に地元自治会を説明する責任があるんですか、そういう話にはならないですよね。それぞれの役割の中で周知をする人たち、それから公表するべき担当、それはそれぞれ行政の区分に基づいて行うということです。ありがとうございます。
そういったまあ原則的なあの整理の仕方、あの考え方はあるかと思うんですけれども、何分その、まあ、いかがでしょう、その地元自治体としては、まあ、自分のところで調べた数値でない、あの、まあ、それに基づいてこう公表する、公表しないというようなまあ判断というところで、まあ、もしかするとそのためらいが生じるということもあるかもしれません。そのこれは分かりませんけれども、まあ、県として今回のケース、その自治体さんへ の, その発信の要請と合わせてですね、やはりあの非常に発信力がある自治体でございますので、あのまあ県としてあのまあ先んじるといいますか、調整した上であの早い段階で出すということも一つあったのではないかなと考えるんですが、そこはいかがでしょうか。まあ、ちょっとご質問の趣旨がよくわからないですね。その私はあの市町村出身として自分が調べてないから地域住民に説明できないなんていう、そんな考え方を持ったことはないですよ。ただ市町村との領主とのやり取りの中で我々が改めてもっと丁寧にこういうふうに接するべきだったというのはあるかもしれません。しかしながら先ほどご質問したようにされたように、自分が調べてない数値だから住民に説明できないなんていうのはそんなのはありえないですよ。それは市町村行政を司ってきた人間としてそんなのはありえないと思いますね。あの今の仮説、私の仮説はちょっとあの後あざの部分があったかもしれませんが、まあ、いずれにしまして、まあ、そのお話ちょっと置いてお尋ねすることなんですけども、やはりあの地元で、まあ、取材していて の, あの皮膚感覚としては、あの、まあ、今回その結果的に、まあ、値においてですね、まあ、ご説明いただいたように直ちにその健康に影響を与えるというものでなかったというところは、まあ、一つあの幸いだったかもしれませんけれども、何分そのまあ、いろんな形で の, その情報提供というのがあのどうなっているんだろう、あの、まあ、県はどういうふうに動いているんだろう、まあ、その辺 の, あの動きは見えない、まあ、つまり一口で言うとその対応が遅いというようなその声を聞くことがあの多かったものですから、まあ、そういうことで、まあ、今後その対応の見直しということも一つ検討の材料ではないのかなというふうにあの感じてお尋ねしている次第になります。今のはあの質問というか意見になってしまいますけど、ありがとうございました。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で定例記者会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。